こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京都内で夫と子供の3人で暮らす上田さん、婚姻届を出さない事実婚を選択しました。単にお互いに、私もパートナーも自分の性をキープしたいというふうに思っているということで。現在日本では結婚する際、夫婦で同じ姓を名乗るよう民法で定められています。事実婚の上田さんは、生活の中で名字を使い分ける必要がない一方、社会の制度が追いついておらず不便に感じることもあるといいます。この住宅を買ったんですけれども、ペアローンを組むときに事実婚だと組めない金融機関がすごく多いっていうことを知って、法律婚していたって別れる人たちは今3組に1組いる時代なのに、そこを見るのか。また子供についても、事実婚の場合、現在は共同で親権を持つことができないため、上田さんだけが親権を持っていて、2人で協力して育児をしてきたんですけど、何かこう不利益にならないかっていう心配は常にあります。今回の選挙でも争点の一つになっている選択的夫婦別姓。日本時間の今夜、国連の委員会でも議論が。世界で日本だけが定めているとされる夫婦同姓の法律について、この委員会は21年前から変更を求めていて、この後議論になるとみられます。困ることはないので、本当に早く導入してほしいの一言につきます。こう話すのは、両親が国際結婚をしているため夫婦別姓の家庭で育った女性。現在は結婚していますが、姓をめぐっては、自分の名前に対するこだわりが強いかったので、結婚するとなった時には、夫には私は改姓したくないっていうのは伝えていて、夫もミッシェルさんの姓を継ぐことを快諾したものの、両親から夫の姓にした方が良いのではとの声もあり、夫の名字になりました。しかしその後話し合った上で夫に改姓してもらい、夫婦は彼女の姓を名乗っています。ミッシェルさんは夫婦別姓の両親の下で育った立場として、こう話します。本当に特に困ったことはなくて、もうそれが当たり前で育ったので、名字が話題になることって本当にないので、もう別姓だから何っていう感じで本当に意識することってないと思います。一方で、選択的夫婦別姓について、家族の絆が壊れてしまう、子供の姓をどちらにするかをめぐり混乱が起きるなど、反対の声も上がっています。日本国内で大きな議論となっている選択的夫婦別姓。今回の総選挙で候補者は